じゃじゃん。なんか恥ずかしいな。おしゃれなこの街並みの感じとかを撮ってみたいです。しかもなんかね、見えますかも。この下に来てるの。何前向き。皆さんこんにちは。ボーッと女子バナ日和です。今回もある共通点を持った女子レーサーたちにお越しいただきました。どんな女子バナになるんでしょうか。まずはこの方です。西岡郁美選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの可愛い女の子っていうより実はおっさんなんですっておっしゃってましたよね。っていう風にちょっと周りから言われちゃうっていうかね、私自身は普通と思ってるんですけど、うんうん。さあ続いては薮内瑞希選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。薮内選手ご無沙汰しております。はい、今日もほんわかした雰囲気で楽しみにしてますよ。よろしくお願いします。はい、シャキッとします。さあ続いてはこの方です。生田ハミネ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生田選手も実は2回目の登場なんですよね。そうですね、うん、あの時は私も19歳だったんですけど、はい、もう20歳になったんで、はい、もうあれに出ることはありません。そうですね、もう10代としてはくくれなくなりましたもんね。はい、20歳になりましたか。生田選手おめでとうございます。ありがとうございます。でも生田選手からご覧になって西岡選手っていうのはどんな先輩ですか。一級上に成美さんがいるので、はい、なるみさんのお姉さんっていう印象がまあ一番強いのと、あとはもうあのアイドルレーサーっていうイメージがあります。はい、いやマジやめてくれって感じですもん。あれ今着てる洋服何でしたっけそれ。これもう普通はあのジェラピケのパジャマなんですけど。パジャマ、はいはい、もう3年ぐらい着てて、もう納豆のシミとかめっちゃついてるんですよ。生田選手これがアイドルレーサーの現実ですよ、はい。しかもなんかね、見えますかね。この下に来るの前向きすごい、はい、いきなりセクシーショットかと思ってびっくりしたじゃない。仕込んでるわけじゃなくて今たまたま着てるのがこれっていうだけなんですけど。あ、なるほど。今日も前向きに行きましょう。はい、はい、前向きに行きましょう、ね。ボーッと女子バナ日和。水上のカメラマンな女子バナということで、今日ですね集まっていただいた3人はカメラの腕に覚えありということで、シャッターチャンスを逃さない3人、言ってみればカメラ女子の3人にお越しいただきました。じゃあまずは西岡選手、あのカメラ歴っていうとどのぐらいですか。はい、カメラ歴、まあ、多分7年ぐらいだと思います。うん、結構長いですね。はいはい、きっかけは何だったんですか。スマホで写真撮るのとかが好きだったんですよ。はいはい、ちょっと散歩とかして、うん、風景とか撮ったり花の写真とか撮るのが好き で、うん、でそれにふとした瞬間に気づいたんですよね。うんうんうん、あ、カメラで写真撮るの好きだ自分っていう風に思って、うん、あの人生で一番買ってよかったなって思ってるのがカメラですね。はい、他は。他はもう無駄遣いばっかしてるんで。なるほど。じゃあ薮内選手カメラ歴としてはどのぐらいですか。カメラは全然まだ買って2年くらい、うん、ああ2年。きっかけは自分も多分いくさんと似てて、うん、携帯で写真撮っててなんか、うん、あなんか空とか、うん、自然とか撮ってて、あ好きだなと思って、うん、カメラ買ってみようで、写真はなんか後から見返したりとかして、うん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 、なんかすごい幸せな気持ちになるじゃないですか。はいはいはい、あ綺麗とか良かったなとか。いいじゃないですか。生田選手はカメラ歴はどのぐらいですか。私は買ってまだ1年ぐらいです。ああ、ういういしい。きっかけはあったんですか。友達の結婚式がまずあって、はいはい、でその写真を綺麗に撮りたいなと思ってきっかけで買いました。うわ、その友達も嬉しいですね。うん、そうですね、めっちゃ写真撮ってめっちゃ大量に送りつけました勝手に。いやでも喜んでくれたでしょう、そうやって結婚式で綺麗な写真撮ってくださって。そうですね、喜んでくれました。皆さんの愛用しているカメラを見せていただきたいんですが、まず西岡選手。はいはい、
私これ持ってきました。ちょっと待って、本格的やっぱり。あ、いいやつだ。いいやつ？ずっと欲しくてこれは今年買いました、まあ、主要なのはここに出てる3つ。へえ。白いやつが一番最初に買ったミラーレス、うんうんうん、で左がキャノンの一眼レフで、真ん中がこのソニーの α7 ちゃんです。この西岡選手が持ってるカメラはどんなとこが魅力だったんですか？動画は もしかしたら撮るかもしれない人はこっちがおすすめっていう風に言ってて。なるほど。今カメラでも動画撮れるんですよね。はい。いや、なんか今持つだけで結構絵になりますね。イクミカメラマン。ますかね。うん。イクミカメラマン。じゃあ矢渕選手の愛用のカメラ見せていただけますか？じゃじゃん。じゃじゃん。うん。あら、これまた可愛い。じゃじゃん。アルファ6400。あ、一緒だ。一緒？一緒？一緒？嘘。嘘。ちょっと生田選手も見せて見せて。本当だ。まさかの共通点。はい。しかも色も一緒です。趣味が合う。理由はどんなとこだったんですか？欲しいカメラの一番の条件って。まず軽いってことと、あ、はい、そんなにこう頑張らなくても綺麗に撮れるようなやつ。実際買ってみて生田選手とか使い勝手はどうですか？あ、結構使いやすくて、うんうん、風景とか綺麗に撮れるんでめっちゃいいですよね。うん、いいです、矢渕選手も結構気に入ってます。いい買い物でした。はい、なんか一応なんか、うん、なんだ、説明書みたいな本を買って、うんうんうん、なんか勉強するけど全然分からなくて、うん、またハミネちゃん教えてください、これの使い方。いや、私も全然詳しくないんで西岡さんに教えてもらいましょう。いや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 、お願いします。お願いします。西岡さん、お願いします。うん、いや、もう全然、私も本当教えるとかはねあれですけど、けどなんかソニーで揃ったっていうのめちゃくちゃすごいなって思いましたね。確かにそうかも。じゃあ矢渕選手とか生田選手はいずれ西岡選手のようなこのカメラに行くのかもしれないですね、これから、ね、行きたいです、ね、皆さんが普段よく撮る写真っていうのはどんな写真ですか？矢渕選手。私は主に自然と、うんうん、あと一緒にいる人とかかな。うわ、あ、かわいい。これ綺麗、めっちゃいい場所でした。これどこですか？これしびれっこキャンプ場っていうキャンプ場で、湖なんですけど、はい、なんかね、私もすごいこういう写真好きっていうかね、リフレクションが綺麗ですし、このアシンメトリーな感じとかも待って、分からん。待って、カタカナ多すぎて分かんないですけど。やっぱカメラ女子の先生だな、西岡先生。いや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 、いや全然ですよ、うん、すごい勉強になります。いや、めちゃめちゃ綺麗で、私もそこ行ってみたいなと思いました。生田選手の写真こちらです。かわいい、綺麗、かわいい。桜と夕日を一緒に撮りました。こういうのって本当カードにして商売できそうな気がする。なんかね、ハミネってこうサイン入れて。いや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 、西岡先生これどうですか？なんか色合いが素敵ですよね。このグラデーションになってる感じとかも。あー、これもまた素敵。これは、沖縄の海です。同期の結婚式があって行った時に、はい、シノケルをしに行って、そこの船の上で撮りました。この波しぶきっていうのかな、なんか荒くもなく、ちょっと控えめなしぶきで、なんか可愛くないですか、この海の写真。綺麗だし、なんか絵みたいだなと思って、癒される、癒されます。なんかこうやって喋るの楽しいですね、女子で。ねえ、じゃあ最後はちょっと生見先生の作品見ましょうか。先生の作品お願いします。お願いします。先生じゃないです、本当に。これなんだ、これ、なにこれ、ね、なんかレベルが違う。いやいやいや、なんで蝶がいるんですか。ちょっと、そう、はい、この蝶は仕込みじゃないよね。
淡路島のゆずる葉神社っていうところで撮影したんですけど、行ったらたまたまアサギマダラがちょっと日本に上陸しちゃってて、もう大量にいたんですごい幻想的になってましたし、パシャってオートで撮ったら、これオートで撮ったんですか？これオート。なんか太陽もいい感じだし、そうそう手前にバッチリピント合ってんのがすごいなと思いました。よく逃げなかったですよね。距離感これどのぐらいですか？結構近いです。思ってるよりも多分10センチぐらいですかね。めっちゃ人間慣れしてません？無視ですね。人間いても虫だけに。こういうとこ本当可愛いですよね。西岡選手ね。虫だけにね。さあ、そしてこちらは長野県です。これは原田マハさんっていう人の本で、はい、生きる僕らっていうすごく素敵な、まあ、本があって、それの表紙に使われてた場所に実際行きたくて行きました、うん、すごい、でこの時、うん、結構大量に大雨だったんですよ、はい、でもう全然反射してくれてなくて諦めてたとこに、うん、たまたま雨が上がって、うん、でちょっとその 霧の中で撮れたっていう感じだったんで運が良かったですね、はい、これ結晶？マクロレンズ買ったんですよ、うんうんうん、ですごく寄って撮影ができるんで、うん、雪降ってる時に自分のコートの袖についたやつ、コートの袖？すごい、あの綺麗な形のまんま降り立ってくれた雪の結晶ちゃんを撮りました、パシャって、雪の結晶って本当にその形なんですね、なんかあの絵文字通りって感じ、絵文字確かに片手で撮ったって腕？腕だったと思ったんですけど、ね、こんな感じで撮った気がする、うん、多分そんな片手でパシャッといける、いくみ先生ブレない体感が必要ですけどね続いてはですね、女子バナ写真館ということで、皆さんにはあるテーマに沿ってというか、まあ、ジャンル分けにそれぞれ撮った写真を見せていただきたいと思いますが、最初のテーマは風景です。まずは生田選手からお願いします。こちらの写真です。これもまた綺麗ですね。なんか早起きした日があって、うんうん、カメラ持って散歩行った時に撮った写真です、うん、散歩行った時にこんな写真がさりげなく撮れるのいいですね。矢部内選手どんな写真になったのかこちらです。きたこれはちょっとなんか恥ずかしいな。雲が本当にでかい鳥だと思って撮っちゃった、うん、っていうなんかそこが大事、うん、どっちかっていうと、うん、そうですよね、うん、あの夕暮れのこの奥のさーってこう小鳥が本当こう羽を広げて飛んでるようななんか風を感じますもんね。ですね。なんか空って結構撮る人多いじゃないですか、うん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 、やっぱ同じ雲とかがないからだと思うんですけど、ふっとこういう景色に出会えた時ってなんか幸せになれません？一瞬。そうですね。心が洗われるし、うん、なんか呼吸も深くなるし、うんうん、気持ちいいですね。そうですよね。じゃあ続いて西岡選手の1枚です。これまたタッチが違いますね。これニューヨークで、これ私スマホで撮ったやつなんですよ。街自体がもう絵になってるんで、やはりなんかね、うん、いい感じになっちゃって結構気に入ってます。夕暮れだったと思うんですけど、うん、ちょうどピンクがかってて、はいはい、可愛かったです。続いてはですね、動物植物をテーマに見せていただきましょう、うん、じゃあ生田選手お願いします。かわいい、かわいい、かわいい、野良猫です。本当日常にばったり出会っちゃった、ね、はい、これめっちゃ睨まれてるんですよ。そうですよね、はい、ちょっと挑戦的じゃないですか、はい、多分近づきすぎて、うん、はい、このすぐ1秒ぐらいに逃げられました。うわ寝てんのに近寄ってくんじゃねえよみたいななるほど続いて矢部内選手。かわいい、大好き、コスモス。友達家族とかとなんか遊びに行った時に大量のコスモスがあって、うん、
なんかそうみんな後ろの人がこうやって上向いてて前の人だけはなんかいい感じに斜めるしなんか可愛いな確かに可愛いなと思って、はい、なるほど色っていうかその花びらがどこを向いてるかってことなんだそうなんか、はい、この子たちが可愛いなと思って撮っただけですあなるほどねそうかやっぱりコスモス一つ撮っても表情がみんな違うってことなんですねうん、かわいいですねじゃあ最後はですね育美先生参りましょうあかわいいかわいいこちらもしかしてワンちゃんは愛犬のマロンちゃんなんですけどねマロンちゃん、はい、鼻がボケる位置に行って、うんうん、でかつマロンちゃんがちょうど止まってくれてたんで、うんその瞬間、はい、もうこれは奇跡の一枚ですかねもう本当一瞬シャッターチャンスですねもうすぐごそごそどっか行っちゃうんで、うん、全然顔を撮らせてくれないんでバレないように、うんはい、撮りましたじゃあある意味これ貴重な一枚ってことですね西岡家にとってもそうなんですよ最近の皆さんのナイスなレースということでちょっとご紹介したいと思いますので皆さんにはしっかりと語っていただきましょうまずはですね生田選手ですね、今年の11月16日の平和島の最終日あの6号艇6コースから勝ったレースを振り返っていきますあの天気もいい最終日だったわけですけどこれ6コースからスタートはこう地元ということでどうでしたうーん多分アジャストしましたねこれちょっとあ、はい、風向きが急に変わってはいでもこの1マークですそうですねなんとか一瞬2マーク先前にできたんですけど、まあ、ちょっと足も別に良くもなく悪くもなくっていう感じではい先に回れてよかったっていうレースです、うん、あの平和島ってね6コースから1マークさせていくとねバックストレッチでちょっと伸びるなんて言いますけどもあの辺の走り方っていうのは生田選手は何かいつも意識してることあるんですかそうですねちゃんと1マークで寄らずにスピード持って入れば6コースでもチャンスあるところだと思います今の6コースからの差しはどうご覧になりました西岡選手いやなんかすごいなってなりましたこれ私、うん、なんかたまたま見たんですよね、はいはい、JLC で本当ですか本当本当おおすごいってなった薮内選手のレースを見たいと思います薮内選手のレースは今年の10月の住之江なんですけども4日目になりますねシリーズでは2号艇これ予選最終日なんですけど勝負がけの一走でした2号艇2コース1秒前思い出してくれました？あ、覚えてます。はい。この時のモーターとか仕上がりはどうだったんですか？そうですね。どうでしたかね。まあなんか自分がどうのっていうよりなんか周りがちょっと失敗してくれてて、うん、あなるほど。うん。なんかはいついてて、うん、はい糸取れたって感じでした。でも1マークではねここですよ。ほら。さばいちゃってるじゃないですか。でも確かになんかうわごめんごめんとか言ってすいません。全然いいですよ。言って言って。確かになんかなんとなくはい仕上がってはいた気がします。1マーク回った後の足とか。はい。住之江の2マークって難しいって言うじゃないですか、うん、あの辺りは冷静な感じだったんじゃないですか道中とかもそうですね、うん、もう絶対あの2マークを振り込んだこともあるし、うん、やっぱり、うん、ちゃんと単マーク回ろうって感じでした、うん、続いても住之江のレースなんですがこれね、うん、まくり差し一発決めたレースなんですね西岡選手も今年の10月住之江ですねこれ3日目シリーズでいうと、はい、あの住之江の女子戦のオープニングカード見といてください、うん、5号艇西岡育美こっからですねですねはい、はい、これも抜けてきましたはいそうですね、うん、あのこれ前傾の段階では、うん、低調機っていう風に聞いてたんですけど、うん、このエンジン、うん、けどまあその乗った感触としてはすごく普通に動いてくれてたし、はい、だからもう前節の使用者が大阪の木下翔太さんだったんですけど、うん、はい、
多分上手に調整合わせてくださってたらしく、うんうん、木下翔太さんありがとうっていうまくり出しで今までカメラでいろんな写真を撮ってきていただいたんですが、その中から究極の一枚を紹介していただきます。皆さん自信を持ってアピールしていただきましょう。じゃあまずは西岡選手からいきましょう。西岡選手の究極の一枚はこちらです、うん、はい、いただきました。綺麗、なんて幻想的なんでしょう、うん、こちらはコスモス畑をたまたま高知県の道プーってこう走ってたら見つけたんですよ、はい、ですごい夕日の光が強くて、うんうん、結構こういうあの幻想的な写真が好きなんで、うん、すごい気に入ってますねこれは、なんかトレーナーの下に着てる T シャツとイメージのギャップがすごいですね。何でしたっけ下のトレーナーの着てる T シャツ。これはもう本当前向き、ね、全然この T シャツのイメージとこの写真の幻想的なイメージがなんか全然リンクしないっていうか、いやなんかプロレベルですねこれ。すごい。この写真にタイトルをつけるとしたら何ですか、うん、西岡選手。オールドレンズを使って撮ったよみたいなのがいいです文章じゃんそれオールドレンズを使って撮ったよって感じなんですね、はい、じゃあ続いての生田選手の究極の一枚こちらです。あの新潟の笹川流れっていう海なんですけど、はい、結構観光スポットというか、まあ、綺麗な海で、いやすごい、これまた海も荒波じゃないんですね、穏やかですもんね。そうですね、荒れてなくて静か で、うんうん、で夕日を狙って行きました、うん、せっかくなんでタイトルをつけるとしたらこの写真に。初めてカメラで撮った写真で。あ、いいじゃないですか、うん、いただきました。続いては薮内選手の究極の一枚です。うん、あえてこれを持ってきた感じがする。こちらは普通に夜電線がバーって広い空に電線がバーってあって、うん、うわ楽譜じゃんと思って、うんうん、たまたまカシャって撮ったら、うん、1枚だけ撮ったらこれで、うんうん、なんかあもう楽、うん、ちょうどなんか音符みたいになって、うんうん、しかもなんかすごい輪っかもなんかなってて、うん、素敵すぎると思って、うん、はい、ファンタジーを感じる。来ましたファンタジーカタカナの見ていて気持ちがいいというか引き込まれる感じが、ね、しますね。じゃあ薮内選手この写真にタイトルをつけるとするならば。これは空の楽譜です。素敵じゃないですか。今隣でディレクターがめちゃめちゃうなずいてます。あ、本当ですか。カメラマンとして今後撮ってみたいなっていう写真、行ってみたいなっていうところ、西岡選手どんなとこですか。めちゃくちゃ綺麗な天の川とかはすごい綺麗に撮りたいなって思います。だって星空って難しいんですよね。星が映る条件も必要だと思いますし、うん、ちょっと本当幻想的な夜空を撮りたいってことですね。はい、うん、生田選手はどうですか。あのヨーロッパに行って、うん、おしゃれなこの街並みの感じとかを、うん、あの撮ってみたいです。うん、じゃあ薮内選手はどうですか。オーロラとか撮りたいです。うん、まあ、見るだけで多分もう賭けみたいな感じだと思うんですけど、うんうんうん、以前中村かなえ選手がものすごい綺麗なオーロラの写真撮ってらっしゃいました。羨ましい。話聞いてみます。さあ続いてはですね、景色だけではなくちょっとスナップ的なレーサー同士の写真もあるって聞いたんですけど、西岡選手まず見せていただけますか。すごいプライベート感満載。生見先生、うん、はい、同期の池田夏美ちゃんと森下愛理ちゃんの3人で、はい、うん、その名古屋で遊んだ時なんですけど、うんうんうん、なんだろう、おしゃれなホテルもなんかグーダラしてるようにしか見えないんですけど、これオフショットなんか幻想的な世界から一転しましたねですね、何気ない日常なんですけど、ね、じゃあ続いて薮内選手
それですね、はい、まあ、先輩方と行ったんですけど、はい、あと立山に行ったんですけど、うんうん、はい、これね、これここじゃ伝わりきれない、うん、ですけど、うんうん、もうむちゃくちゃなんか合成みたいなぐらい綺麗なんですよ。何これ、すごい。これは腰掛け今井美也さんなんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、これって合成じゃないよね。合成じゃないです。 CG でもないよね。はい、もうジャンプして、みんなわーみたいな感じでジャンプしたりして撮ったんですけど、うんうん、なんかもう今井さんがこうやって撮ってめっちゃ面白くって、もうなんか、いや、しかも狙ったわけじゃなくて、うん、飛んでパシャってやったら本当にそこに来てみたいな。ちょっと待って、これどうやって撮って、これ郁美先生、これどうやったらこういう写真が撮れるんですか。いや、すごいですよね。なんか多分このままポンって飛んだってことですよね。あ、もうその場でジャンプ、足抱え、パシャですね。何回かね、本当100テイクぐらい撮ってやっと撮れそうなぐらい貴重っていうか、うん、すごいですよね、本当に。最初合成写真だと思っちゃいました、うん、まあ、でも本当に今井さんが持ってる、うん、そうよね。しかもホップステップジャンプで勢いをつけなくて、その場所からジャンプして、まず膝をこう抱えてるわけでしょ。そうです。しかもこれ表情もめちゃくちゃ良くて、顔の表情みたいですよね、うん、確かに寄りたい、あ、顔のアップ、そんな感じか、すごい真顔だってそこでジャンプしたらこう踏ん張る感じに普通なりますよね、うって、うん、もう多分登山とかもされるから体力もすごいあると思うんですけど、うん、すげえな今井美也だ本当にすごいです。もう唯一無二の存在です。そうですね。さあ、たくさんの写真を見せていただいて、今日も貴重な話をありがとうございました。最後にですね、皆さんに今後の抱負も含めてファンの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは生田選手から。 A 級目指して一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、もうますます攻撃的に頑張ってください。はい、頑張ります。そして山内選手。しっかり今季 A 級に上がれるように頑張ります。よろしくお願いします。そして今日はカメラマンのね、先輩巨匠として郁美先生あの見てて楽しいようなレースができる、うんうん、そのね、すごい見てて応援したくなるっていうようなターンとかができるように頑張りたいなって思ってます、うん、はい、そこは前向きですね。はいですねなんかね、こうやって3人のバランスどうでした。本当、郁田選手お二人とちょっと緊張感もありました。そんなことないですよね。逆にレース上でこのカメラの話ができるのがすごい嬉しいです。あ、いいですね。矢部内選手もそんな感じですか。この3人のコラボレーション、今日しかなかったんでね。そうですね、うん、なんかハーミネちゃんがカメラ好きとかも全然知らなかったし、うんうんうん、なんか次会った時になんか、うんうん、この話がなかったことにならないといいなと思ちょっと闇に葬らないでじゃあ3人が会う時は、あ、この間の女子バラありがとうっていうところから入っていただきたいですよね。はい、うん、さあ今日も皆さんの貴重な話たくさん聞かせていただきましたので、ぜひね、ファンの皆さんにもチャンネル登録と高評価お願いしたいので、ちょっとここは郁美先生バシッと決めちゃってください。お願いします。はい、この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ボート女子バナ日和はボートキャストでもご覧いただけます。ボートキャストでぜひ検索してください。